兄弟同士の結婚、江戸幕府を開いたことで有名な、徳川家康の両親は兄弟同士で結婚しています。とはいえ、二人は義理の兄弟でした。少女漫画などで主人公が親の再婚により、血が繋がらない男と兄弟になって結婚するみたいな話があるらしいのですが、それの戦国時代版かもしれません。徳川家康の祖父の松平清康は、青木奈美菓子という女性と結婚して長男の松平広忠を産みます。これが家康の父です。そして家康の祖父は一夫多妻制で家養院という別の女性とも結婚します。この家養院には水野忠政という武士との間に生まれた連れ子の女子がいました。こうして家康の祖父は、自分の妻が別の男と産んだ娘と、自分が別の女と産んだ息子を結婚させました。こうして結婚した義理の兄弟は、徳川家康を産みました。江戸時代には15代の徳川将軍がいましたが、将軍たちはすべてこの兄弟結婚の末裔です。